サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では尾崎さん、よろしくお願いします。はい、今日はまた現役上がりバリバリの、はい、森島君をお迎えして、はい、ちょっとあれだな、僕からするとな、たかし、はい、じじいの独り言をやっとるようなおっさんにこんな素晴らしい方をお迎えして話しさせてもらうのは光栄だな。ねえ、確かに。だって日の丸も背負ってさ、いやいや、もうねえ、一世を風靡という言い方は失礼になるかもしれない。いやいやいや、まあ、あるぞ、ね、本当に。で、その人が僕らの仲間になりそうだっていう。いや、もうなってます、なってます。はい。ね、はい、そういう意味では楽しみだなっていう、はい、いうふうに思うけども。今日のテーマは、たかし。はい。じゃあ、本日のテーマはですね、フォワードはエゴイストの方がいいのかっていう。ああ。いや、前回のさ、ストライカー論議論でさ、議論というかね、はいはい、結構白熱した部分はあったんだけども、はい、その付録というか第2弾みたいなんだけど、はい、フォワードの性格としてはどうですか？エゴイストっていうふうに今出てきたけど、はい、こう森島君から見たらフォワード向きの性格って何か一つありますかって言ったら、エゴイストすぎるっていうのもおかしいかなって思っちゃいますね。なるほどね。なんかやっぱ、エゴイストだからってやっぱ日本人聞いちゃうと多分聞く耳を持たないとか、一人弱りとかね。そうそういう風になっちゃうんですけど、うんうん、やっぱ自分の信念を貫くっていうのはやっぱ一番じゃないですかね。うんうん、やっぱそこのそのエゴ、すごいその言葉難しいと思うんですけど、エゴイストっていう言葉自体がじゃあポジティブかネガティブかって言ったらどっちかというとネガティブ寄りの言葉になっちゃうよね。そうですね。はい、そうですね。日本の解釈はね。うん、そうですね。でそこを履き違えると、はい、そうするとストライカースクールをやる森島君にとっては、はいはい、こうエゴイストの意味合いも教えていかなくちゃいけない時代に突入しとるかもしれないよ。そうですね、はい。感覚としてはやっぱり信念を貫くエゴイストでもいいわけだ。そうですね、はい。まあだけどもそれが独りよがりになってしまうと今の言葉は借りると。そうですね、僕もそう感じた。もう僕もそういう時もあったんですが、うんうんうん、やっぱ今の子たちって自分で自分の評価を決めちゃうんで。あ、はい、はい、僕はそれができ、ね、直面した時もあったんで、うん、やっぱ評価っていうのは他人が評価するんだなって思うので、だそこはやっぱ、はい、間違いないんだよ、はい、僕はそう思うかなと思ってて、そのね、自分で自分の評価をする一番の一番最初は、ね、中二の夏なもう中二の夏ここにね、僕はもう確かに確かにそうですね。そう、はい、もう名古屋市も長きにわたってやってると、はい、小学校中1ぐらいでプロになりたい人を全員手挙げるのに、はいはい、中2になった瞬間にまず周りを見て手を挙げる。ああ、そうですね、そうですね。ね、はい、で夏休みが済んだ頃に中2の、はいはい、挙げないやつがいる。あ、もう違う、もう違うことやろうっていう、もう諦めたっていう。あいやでもなんか僕も思い出すな、そういうのも。でしょ、はい、そこをどうやって乗り越えさせるかっていうのが、はい、僕の最初の課題だった。ああ、そうだったんですね。まあそこには親がかなり絡んどるという。うん、そうですね、僕も今それ言おうとして、はい、ちょっとまた脱線するけどさ。いやいや、でもその俺はサッカーやるんだっていうね、はい、下手だけどもサッカーずっとやるんだっていう意味でのエゴイストっていうのも少なくなってるのよ。はい、ああ、そうなんですね。少なくなってる。だから僕は思う、ああ、すいません。あ、いやいや、いいよ。僕が思うのはやっぱサッカーがしたいって言ってる子供がいるから、僕親が判断、評価して言ってるじゃないですか。うん、うんうん、けどやっぱできてるって思ってるのがやっぱ他人が評価したらできてないぞって言われて、うん、今それをその言葉を言われたのが今現川崎フロンターレの鬼木さんだったんですよ。鬼木さん、はいはい、鬼木さんがコーチの時に自分で判断するなよみたいな、うんうん、自分で判断したら上手くなんねえぞって言われた時に、
で気づいて悩んだ時に、あ、もうこれ俺遅いなって思っちゃってやっぱ そりゃそうだなと、まあ、ストライカーって評価されてきてるんで、うん、その中でもチームコンセプトがあって、うん、いや俺はこうやって違う、そこはハード面で僕は呼ばれてるだけであって、うん、中身のところはね、やっぱこれは改善した方がいいよって言われたら、やっぱそこが改善できなかったっていう部分もやっぱあったんで。なるほどね。はい、今は本当僕も小学校の時最強だと僕思ってたんで、はい、で中学校の時にやっぱね、全然出れず、うん、はい、やっぱなんで俺結果残して出ないんだとか、あ、やっぱそれはやっぱね、他人が評価するもんなんで、いやー、うちの大学生、ちょっと、このシリーズは絶対見させよう。いやいや。いや、結局、その、はい、信念を貫くっていう言葉もポジティブじゃない。はい、はい、そうですね、はい。ね。だけど、その、評価されるんだよっていうことが分からずに、それを言っちゃうと、独りよがりになっちゃう、はい。そうなんですよ。例えば僕と尾崎さんとそのね、例えば生徒さんが聞いてるときに、うん、やっぱそっぽを向いて聞くっていうのも、それがエゴイストなのかって言ったらエゴイストになっちゃうかもしれないですよね、うん、やっぱ物事って角度変えたらすごく全然違うかなって思うので、うん、例えば僕がじゃあこうやってプラウェイしろって言ってもその子が理解しなかったら、あ、そういうふうにアプローチしたらいいのかなっていうのもやっぱ考えないといけないと思うんで、うんうん、まあ僕もストライカーでエゴイストって何なんだろうってやっぱ今思った時もやっぱいたんですよ、そういう選手も僕も周りに、うん、大久保嘉人がエゴイストかって違うんですよね、うん、うん、逆に言う見た目はエゴイストに見えちゃうから、そうなんです、そのヒールっぽく見られることもあるんだろうけども、そうですね、うん、逆に僕の方が、はい、吉村ネルソン吉村の奥さんが仲いいんだけど、はい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 、可愛がってたからね、はい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 、うん、そういうところからよく知ってるんだけども、そういう性格的なところが、うん、はいはいはい、まあ、でも世間の人はそうやって ヒールっぽく見てるんだろうね。そうですね、逆に僕の方がエゴイスト感あったかもしれないですね。あ、やっぱそこは僕も否めないのかなと思って。でも34歳にしてだよ、はい、その考え方は俺立派だと思うよ。あ、本当ですか。うん、でも遅かったなと思って、分析してるもん。ああ、はい、ありがとうございます。いや、僕はね、はい、その子供たちの性格を読み取るっていうところにかなりね、はい、注釈してきたの、はいはい、でやっぱり心理学も勉強するぐらいの、はいはい、感覚で、はい、まあ受け止め方も違うしね、うん、それこそさっきの言葉借りれば角度変えたらさ、はい、考え方のね、はい、全然違うわけですよ。そうですね、だけどこういう風になっちゃったような子供は。そうですね、はい、なっちゃいますね、ね、はい、だからそこの角度を変えるとこういう見方ができるんだよ、あ、なるほどなと思わせることも指導の一つだからね。そうですね、多分本当僕もすごく思ってて、僕のところを来たからフォワードとして成長できるっていう、まあそれもあると思うんですけど、うん、元日本代表元フォワードが教えるから上手くなるんだって思われてもやっぱ困るかなって思うんですよね。まあそれ困る、困る、そんな、はい、やっぱ本当魔法のトレーニング、魔法の言葉絶対ないと思うんで。ない、はい、サッカーには、はい、まあ、コーチングってね、コーチングっていうその、まあ例えばチームメイトからの声は魔法の声だと思うんですけど、うんうんうん、自分で、ね、指導してて、選手に魔法の言葉、まあ、それがきっかけになるっていうところをやっぱ求め、うんうん、やっていきたいなと思いますね。そう、だから僕も言えば最近子供たちっていうか大学生のね、はいはい、僕の言葉はアドバイスとヒント、はい、でこれを、あ、ここになんか隠されてるなって考え始められたら、うん、多分伸びていくよっていう。そうですね、そういうことだもんね、はい、僕もだってあの後尾崎さんと喋った時すごい喋りましたもんね、いろいろすごい参考になってやっぱり、はい、まあ、もう本当大塚君ともすごい喋ってていやもう 近くにこういう人がいればなってやっぱすごく思ったんで。いやでもね、それはね、その、うん、俺が研究熱心ってわけじゃないんだけれども、うん、単なるジジイだけだよ。
いやいや、そんなことない、そんなことないですよ。まあ、だけどさ、今日のテーマはさ、エゴイストがいいのっていうのは、ね、はい、僕はエゴイスト的な感覚は必要だけども、うん、ね、ストライカーとしてね、はい、うん、やっぱりその人がシュート点取ったらチームも盛り上がるわけだしさ、そうですね、はい、まあ、ちょっとわがまま的なこう、ね、パスしたらいいのかもしれないけども、うん、そこは極めていってほしいなっていうふうには、はい、フォワード出身の選手と、あの指導者としては思う。はい、そうですね、はい、はい、うん、僕もそう思いますね、はい。でもまあ、はい、監督としたらよ、パス出せよっていうのも、そう、まあ、そうそう、いや、間違いです、間違いです。それは間違いないです。ね、だから、まあ、はい、そこはちょっと難しい、はい、永遠のね、テーマになるかもしれんけど、はい、まあ、そんなところで今日はエゴイストがいいかどうかっていうのは、はい、結論は出ずということで、そうですね、はい。終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。